ストーンズのジェシー、28、が弁護士役に初挑戦する。10月期のフジテレビ系連続ドラマ、モンスター、月曜5 0 0、で演じる。挑戦ではありますが、良い経験になるなと思っていますと気合をみなぎらせている。女優の趣里、33、演じる主人公の型破りな新人弁護士が、ゲーム感覚で法廷をかき乱すリーガルドラマ。 ジェシーは同じ事務所に勤める先輩弁護士役。東大卒、容姿端麗でプライドが高いが、主人公に翻弄、翻弄、される役どころだ。バラエティ番組では一発芸やモノマネを披露して、天真爛漫な姿を見せることの多いジェシー。天然な一面もあり、メンバーたちからいじられることもある。今回はインテリ弁護士役のため、そうした素顔を封印して臨む。 お話を聞いたときは、嬉しいのと同時にキャスティングミスじゃないかと思いましたと冗談交じりに振り返り、僕と役がかけ離れすぎているんじゃないかなと緊張感も見せた。普段はおどけていても責任感は人一,一倍強く、グループでは精神的支柱。プライベートでは女優の綾瀬はるか、39との熱愛が発覚するなど講師で絶好調だ。撮影はすでにスタートしており、 ポップさもある見どころたくさんのドラマです。楽しんでいただけるよう、全力で頑張りますと力を込めた。また、主人公の父親で謎めいた弁護士を古田新た、た58が演じる。趣里やジェシーとの共演について、趣里とジェシーを三茶に連れて行けばいいのか、天ぷらやもつ焼き屋か。ぜひ、三人で飲みたいですね。 と撮影以外での交流も楽しみにしている様子だ。